親子の虎ウォルターズ美術館像根付とは、日本の江戸時代に使われたとめぐ。タバコ入れ、陰楼、巾着や小型の革製カバン、矢立てなどを紐で帯から吊るし持ち歩く時に用いた。江戸時代から近代にかけての古根付と、昭和、平成以降の現代根付に大別される。製作国の日本では、服装の中心が着物から洋服に移り変わるとともに使う機械が、 ヘッタが外国人に美術面で評価されるようになり、陰籠と共に日本国外で骨董的な収集対象となった。帯に引きかかけている留め具が根付け、その下にぶら下がっている箱が陰籠。ポケットのない男性用の着物で袋や陰籠等を持ち歩く場合に、袋や陰籠などに付けられた紐の他方の端に取り付け、紐を帯の下に挟み、 根付けを帯の髪型に出すことによって引っかかって袋や陰道などが落ちないようにする目的で用いられた。大きさは数センチメートルから小さいものは1センチメートル位の根付けもあり、3から4センチメートルが平均である。材料は告げ、1位、黒炭等の硬い木や造毛などが多い。根付け専用の刀で一つずつ手彫りされた。江戸初期は簡素なものが多く、 時代とともに実用性とともに装飾性も重視されるようになり、江戸時代後期に入って爆発的に流行した。この頃になると細かい彫刻が施されるようになり、根付自体が美術品として収集の対象となった。彫刻の題材は人物、動植物から妖怪、物語と多彩であった。明治時代に入ると国内での生産は激減。 江戸期の名作も海外に流出したが、海外から高い評価を得て、主に輸出用に生産されるようになった。この頃になると実用性は薄れ。大正、昭和期も国内需要は低調だったが、森田もおのれ、大内玉もといった作家が制作を続けた。平成に入って様々な分野から技術者、多種多様な素材が参入、現代根付として再び動きが活発になりつつある。 公益財団法人、京都清宗根付館が2014年から新作根付のコンテスト、根付アワードを行っている。しばしば根付と陰道の組み合わせで、世界観が演出された。狐を捕まえている捕食者のわしの根付と鹿の陰道、江戸時代、19世紀、メトロポリタン美術館像安土桃山時代が終わり、徳川家康の天下が始まるのに合わせて、 相当な薬愛用家だった家康は自分のみならず、高級武士薬下等に、その大切さを解き、太平の世になっても、外出時に、切り傷、腹痛、頭痛薬等常備薬を持ち歩くことを、直参旗本や、戸様大名に奨励した。彼らは常備薬を携帯するにあたって、その入れ物として、印鑑と主肉を入れた小さな携帯用印籠に目をつけ、これをさらに小型化し、 印鑑や手肉の代わりに薬を入れ、携帯用薬労とした。この印籠を、武士やその奥方が使用する場合、帯からぶら下げるときに、留め具の役目を果たしたのが、根付である。印籠の普及期である、江戸時代初期には、この根付として、同性の糸印が多く使用されたと言われている。家康の前の喧嘩人であった、豊臣秀吉は、糸印の著名収集家だった。 高級武士もそれに習い、糸印の収集に励んだ。江戸時代には角屋敷には少なからぬ糸印が存在し、自然に陰朗を下げる役割を果たした。しかしこの糸印は角張った形をしていたために帯を痛めてしまう傾向があった。現在のような長み感がある手触り仕上げになったのは17世紀になってからである。また、 17から18世紀にかけて、なごみかプラス、シャラク、エスプリ、だて心等が付け加えられ、近代の進化した根付けが完成された。その要因として、17世紀頃までに印籠と根付けが、セットで、高級武士、訓下から、茶人、商人、町人まで普及し、その粋なファッション表現が消化されたから、と考えられる。また、 富裕層が生じした陰謀や根付けには薪絵や造魚等が使用され、彼らはお金に止めをつけない芸術性を求めた。根付けの持つ高い芸術性は現在世界中の多くの人々から日本独特の政治的文化として認められており、当時の日本人の心意気を今に伝えている。この根付けの文化が現在の携帯電話などに取り付けられる携帯機器用ストラップと似ている。 あるいはその伝統がつながっていると見る説もある。根付は日本国内外で収集対象となっている。日本では合成の助、高窓の宮の人親王、新久子夫妻が収集家として著名である。合成の助との人親王新能が残した膨大な数の根付はいずれも東京国立博物館に寄贈され、その名を冠したコレクションとして所蔵されている。 現代日本で、根付の収集や新規政策が盛り上がったのは、高窓の宮夫妻の影響に加えて、アメリカ合衆国の根付収集家であるロバート・金ンミリアム・金ン夫妻の来日が大きな契機となった。1975年には、アメリカ合衆国で、根付研究会ソサイティが設立され、後に約30カ国に会員が広がった。1970年代以降、 大規模な根付けの展覧会が日本国内外で開かれている。また、アメリカが衆国を背を修、グランビルにあるデニソン大学のデニソン美術館は約200点の根付けを収蔵、展示している。根付けの分類は形状と作成地域による2種類が多く用いられる。形状として和射根付け、砂根付け、饅頭根付け、箱根付け、形掘り根付け、柳左根付け、 鏡蓋付けなどがある。作成地域は江戸、京都、中京、岩見がある。ありがとうございます。